秋元治は、東京都葛飾区亀有出身の日本の漫画家。代表作は、こちら、葛飾区亀有公園前発出所」であり、1976年から2016年まで40年に、わたって連載された、本郷高校デザイン科卒業。デビュー時のペンネームは、山戸達彦。自身を中心とする、漫画制作集団、有限会社アトリエビー玉の代表取締役。 2019年に死守高賞を受賞している。9歳の時に父親と死別して以降、母親の手だけで育てられた。小学校3年生頃より漫画らしきものを描き始め、5年生の時に漫画家に憧れるようになり、ペンを回避さまつ文優のスーパージェッターに似たものを描く。中学校に入り、母親に買ってもらった石森章太郎の漫画家入門をすり切れるまで読み、 ペンの種類や描き方などを知る。この頃書きためた作品をまとめた、個人誌、星を制作する。高校のデザイン科に入学し、学友と共に、漫画劇画同好会を立ち上げるとともに、同人サークル、CC マニアに参加し、同人誌、電電虫に作品を投稿していた。この頃の秋元の画風は、周囲からの影響で、劇画タッチだった。高校卒業後、 アニメーターを志し、旧虫プロダクションのアニメーター、採用試験を受けるも、不合格であった。しかし、旧虫プロダクションの紹介でタツノコプロに入社する、同社作品、カバドット解決たまごん、科学忍者対ガッチャマンなどで2年間動画などを務めた。当時は、同社の演出家だった、深川雄二とも仕事をしている。しかし、仕事が多忙となり、 病気で入院していた母の看病が週一度の頻度しかできなくなったため退社。その後は CC マニア解散後に残った仲間と漫画創作クラブを結成。母の看病をしつつしばらく投稿漫画家生活を送る。母の死をきっかけに1976年、こちら、葛飾区亀有公園前派出所新人賞に応募する月齢アングジャンプ賞入選作品に選ばれ、 山上達彦の名前をもじった山留達彦の名義で週刊少年ジャンプ29号に読み切りとして掲載される章へ応募した際のペンネームはさらに石森章太郎のもじりも加えた岩森章太郎改め山留達彦であった長いタイトルとペンネームは自分の投稿が編集者の目に留まるようにという理由からであった 週刊少年ジャンプ1976年42号より、こち亀の連載を開始。編集部からは、この漫画ではこの名前で、終わったら本名にしてもいいよと言われており、本人も短期で連載終了するとばかり思っていたものの、予想以上に人気が出て連載が続き、さらには本家の山上達彦からクレームが出たこともあり、百雨を機に、 現在のペンネームに改めることになった。それまで山止名義で刊行されていた単行本が一巻第六巻は増刷の際に秋元治に改められた。秋元は後年に山上達彦先生に本当に申し訳ないことをした。若気の至りとはこのためにあるような言葉です。なんて大それたことをしたんだ。と思うなど、反省の弁を述べている。 こちカメは1977年12月24日に千田光雄の主演で映画化され、1985年のジャンプフェスティバル向け短編アニメを経て1996年から2004年までフジテレビ系列でテレビアニメ化された。また、過去5回で舞台化もされている連載4年目に結婚する2000年の誕生日以降、こちカメの連載期間が 秋元の人生の半分以上を占めるようになった。こちかで2001年に第30回日本漫画家協会賞大賞を、2005年には第50回小学館漫画賞審査員特別賞を受賞している。2005年8月6日、こちかの発行部数が1億3000万部を突破し、東京、浅草神社に石碑が混流された。2006年、こちかが、 連載30周年150巻発売、1450秋年となる2月11日、主人公の両津勘吉の銅像が2体完成し、亀有駅の北口と南口に1台ずつ設置され、秋元とラサール石井が出席して、除幕式が行われた。また、あっぱれ、三馬大教授、漫画の現場など、多数のテレビ番組に出演。あっぱれではアニメで、 両津を演じた石井との共演を果たした。2008年11月8日、亀有銀座商店会、ユーロード、中央ポケットパーク内に、少年量産像が設置され、秋元、ラサール石井のほか、時の内閣総理大臣、麻生太郎も参席し、除幕式が行われた。2009年2月22日、ドキュメンタリー番組、情熱大陸で人物像などが紹介された。 同年7月28日、バラエティニュースキミハブレイクに出演し、テレビドラマ版、こち亀の両津役、スマップの香取慎吾ら出演者たちと対談している。9月26日には、ドラマ最終回の冒頭に生出演した。2010年11月26日には、東京都青少年の健全な育成に関する、条例に反対する、記者会見に出席している。 2011年8月1日放送のスマップスマップのコーナービストロスマップに同年8月6日から公開されるカトリ主演の映画こちら葛飾区亀有公園全派出所ザムービー勝時橋を封させよの宣伝を兼ねてサプライズゲストとして出演しているゲストチームとスマップチームによる似顔絵対決の審査員を務めた2012年10月1日に カツシ生ク製、八十周年を記念主発の名誉翼民に検証された。山田洋次監督らとの同時受賞であり、連載が始まった際、同じカツシのトラさんに追いつくよう頑張ろうと担当者と誓ったので、同時受賞は嬉しいです。と、秋元はコメントしている。こち亀の長期連載の間にも、多くの短編、読み切り作品を発表している。二千十六年九月三日に、 神田明神で行われた、こち亀連載40周年記念の巨大絵巻物展示会で、秋元の代表作である、こち亀の連載を2016年9月17日発売の、週刊少年ジャンプ2016年42号を、もって、完結、同日発売のコミック200巻で最終巻きとする、ことを発表した。こち亀連載終了について体調面や執筆についての問題は、 特になく、区切りの良い時点で、こち亀を終了させ、新たな作品に取り組みたいという秋元の意向によるものと報じられた。同年9月14日、こち亀の連載40周年並びに200巻到達を記念して、最も発行巻数が多い単一漫画シリーズとして、ギネス世界記録に認定された。この日の授与式にて、ギネスワールドレコーズの公式認定員から秋元に、 公式認定賞が授与されると、秋元は漫画にとっても嬉しいこと。私も今後の漫画家人生ですごく元気が出ることと、喜びをあらわにした。また10月13日にはその功績が称えられ、第64回、菊池博賞を受賞した。12月31日には、第67回 NHK 紅白歌合戦にゲスト、審査員として出演した。 2017年3月8日には、こち亀の成果などが評価され、第67回芸術戦勝文部、科学大臣賞を受賞。同年4月25日には、こち亀40年の連載完結に対して、第21回、手塚治文化賞特別賞を受賞した。同年7月22日には、第48回星運賞コミック部門を受賞している。 2019年4月2日から4月16日、深川雄二の企画により、天野義隆、高田明美、大河原国浦辰の子プロ出身のアーティストと共演した展示会、ラフエを3331アーツ千代田で開催。同年11月3日付で発令された秋の宝賞で、四重宝賞を受賞。亀有の聖火跡地付近に混流された和母両産像を尊敬する。 漫画家は、星野幸信、大島康一、も月美希みきやと、アクションものを得意とする作家が多い。秋元自身、フレンチコネクションや、ブリッドなどのアクション映画が好きでアメリカを舞台にした、ポリスアクション漫画を真剣に描くために試行錯誤を繰り返したところ、コチカメが生まれた、ゴルゴ13のファンでもあり、コチカメで様々なパロディをしていた、作者の斉藤、高尾と対談を行い、 2006年には、超小地亀にて、ゴル53とのコラボ漫画も実現した。本人は、斉藤、高尾に憧れて、漫画家になったとも述べている。上記に加えて、影響を受けた作家として、園田光景、長、安匠を、好きな作家や人物として、千葉哲也、石森章太郎、白忠史松森忠八代雅子、宮崎俊の名を挙げている。小林則とは、 週刊少年ジャンプで同年にデビューし、担当も同じだったことから、旧知の中であり、こち亀第1巻の巻末文には小林がコメントを寄せていたり、何度か合作をしたりしている。また、小林の主催する雑誌、ワシズム総刊号では、対談をした。詳細は、東大一直線。こちら、葛飾区亀有公園前発出所東大一直線を、 参照素顔でメディアに登場することは比較的少なく長らくジャンプ巻末目次に掲載されていた自画像がイメージとして定着していたこともありテレビ番組での大友勝弘との対談時は秋元が部屋に入ってきても大友が秋元本人だと最初は気づかなかった様子が放送されているまたこち亀初期の単行本では作者コメント欄に 自身の写真を掲載していたが、現在発売されている重版では、落書き状態の簡単な顔に差し替えられている。2009年2月22日には、ドキュメンタリー番組、情熱大陸にて特集された、妻と娘二人と義父の五人暮らし、133巻、教えて、両津先生発出書7不思議の巻での両津の発言によると、身長は167センチメートル。 大の軍事ファンであり、その中でも特に戦車が好きなようである。昔は軍事をテーマにした読み切り漫画を描いていた。こち亀では軍事兵器をよく登場させており、それらをテーマにした話をよく描いている。定期的に軍事関係の描写が登場するが、秋元本人は初期の読み切り作品やこち亀の作中などで反戦を訴えるセリフを入れるなど、基本的には 反戦のスタンスである。鉄道ファンとしても知られ、漫画作品中にも現在は存在しない、過去の人気鉄道車両や、欧州などの人気車両が登場することも多々ある。また、スポーツカーバイクにも興味があって、フェラーリの歴代スポーツカーなどを何回も登場させている。本人は過去に松田コスモスポーツに乗っていた時期があり、今は、ダイハツコペンや鈴木刀を愛用している。 刀シリーズは GSX1100SGSX750SGSX400SGSX250S とほぼコンプリートしている。こち亀で大の巨人ファンの登場人物、費用に通るなどを登場させたり、大マイオリオンズを作中で書いてはいるが、秋元自身は阪神タイガースひいきである。一方で単行本の関東コメントにおいて、野球中継のせいで、 通常の番組が潰れることは野球嫌いにとってはたまらないのですとも語っている。大の県演家でありタバコは一切吸わない。こち亀では1983年発表の単行本題34巻に収録されている煙はいいなものの巻において今後この漫画にタバコを一切出さないと宣言している。かつての番の煙はいいなものの巻には 妊婦の喫煙に関するアイロニカルなセリフがあった。一方で酒と甘いものはかなり好きとのことである。ラジオ番組のヘビーリスナーとして知られる。1981年には、オールナイト日本生放送中のところジョージをモデルガンで襲撃した。詳細は、ところジョージ他の人物との関係を参照かつては、ビート、たけしのオールナイト日本を録音し、スタジオで流しながら、 仕事をしていたという。また、漫画のあちこちに、中島みゆき関連や、ビート、たけしのオールナイト日本の関連人物が出てくる時期もあった。伊集院光の名もかなり初期の段階で作中のモブに登場している。なお、伊集院光、ところジョージ、中島みゆき、ビートたけしをはじめ、こち亀の巻末文を依頼されたラジオ出演者は少なくない。 2006年9月及び10月には、小サキでは青。にゲスト出演。番組25周年を記念したポスターを、同じく小サキのヘビーリスナーである、薄い議人、桜桃子と共同制作、監修している。詳細は、小サキでは青。微光参照両津と違って、ギャンブルの類には、興味がなく、取材のためにしただけとのこと。一時期弓道にのめり込んでいたことがあり。 弓道をテーマとした読み切り漫画を描くという企画があったが、スケジュールの調整がつかなかったため、こち亀内で忙し早やや、費用浮き左京姉妹をメインキャラとした弓道エピソードを描いた。デビュー当初の画風は劇画調の癖が抜けなかったが、こち亀でギャグを描くようになってから徐々に力が抜け、自然体で描けるようになった。原稿を締め切り前に必ず仕上げ、 編集者からすれば大変ありがたい存在である。しかも万が一に備えて常時健康のストックを5本用意し旅行に出かけるなど漫画家では珍しいタイプ。特には締め切りに遅れないことと自信を持って言うほどである。アシスタントは全員背景や人物仕上げまでこなせるプロ集団で駆け出しはいない。1990年代より漫画制作のために 有限会社アトリエビー玉を設立し、アシスタントを社員として雇い、彼らに対して安定した生活を保障している。勤務時間は9から20時で、タイムカードによる勤務管理を行っている。基本的に日曜日は休みにする上、昼休みもきちんと取り、徹夜はさせないというスタンスを取っている。アシスタントは2班で6人おり、月曜から水曜日は全員出勤で、 月末の最終週は月日水と水木金土に分かれて出勤するシフト制。秋元自身も、始業5分前に出勤し、定時に帰るなど、自己管理をしっかりとしている。ただ、コチカメ連載30周年や最終年となる2016年においては、40周年の企画や神田明人コチカメ絵巻等の制作、コチカメジャンプの読み切りとなる日暮れ熟睡難。 登場会の執筆作業が入り、コミックス200巻の締め切りも予想以上に早く、現行のストックが底をついた上に夏休みもなくなってしまい、毎日仕事状態になってしまったという、流行物などへの反応も敏感であり、しばしばそのものやモデルにしたものもこち亀に登場させることが多い。気になる新聞記事を切り抜いては、それをまとめており、秋元によれば、 テレビでやっているものは一気に全国的に広がるが、新聞の小さな記事は見ている人が少ないので、結構そこから発展するものもあるとのこと。かつて仕事中も複数台のテレビをつけっぱなしにして、最新情報の収集にも余念がなかったが、九百九十八年頃改築して以降の仕事場には、テレビや玩具などはなくなっており、純粋にアシスタントとともに原作、 作画に専念している。漫画のネタのための取材も欠かさず、漫画の舞台になる場所があれば、現地に赴いて、ビデオカメラで、資料収集を行う。動いているものは、音なども含めムービーで収め、動いていてわからない細かい部分はデジカメで撮ったりと、状況に応じて区別する。絶叫マシンは苦手だが、取材のために乗っている。取材場所に変化があれば、いつ起きたのかを、 取材も問い詳細に尋ねている。こち亀のネームはファミリーレストランで週1回の頻度で作成している。最初はページ数を気にせずどんどん描いていき、その後雑誌掲載数の19ページにまとめるためにページの削除やコマを小さくしたりして調整する。この一連の作業に半日近くを費やす。話作りについて秋元は最初の4ページが勝負。4。 5ページでつまんないと読者は飽きちゃうんですよ。7ページまで読んでくれれば、一気に行く感じになると語っている。こち亀の両津漢吉を描く際には、必ず眉毛から先に描いている。理由は、眉毛が顔のちょうど中心にあり、目や鼻の位置が収まりやすく、バランスが取りやすいからである。気分転換に読み切りを描く、週に1日余裕ができれば、月に4日。 年間で40日溜まりそれで読み切りを描いている。作業は週単位ではなく月単位で進めており、1ヶ月が4週なら月に5本完成させるのが目標で、1本は休みやこち亀以外の貯金にしている。不定期連載。ありがとうございます。